ね、いろんな物差しがあるし、で物差しの、高い方がいいのか低い方がいいのか、なんか目指してるポイントがあるのかがいろいろだと思うけど、なんだ、友達が多い方がいいのか少なくていいのか、なんていうの、嫌われてでもなんか達成したいことがあるのか、ね、大体世の中を変えていこうと思うと結構嫌われるんだってだからそれぞれのゴールごとにいろんな指標があるんだけど、でだからバランスホイールという意味ではそのいろんな方向にいろんな物差しがあるんだけど、だけど、それぞれに対して何だ、バランスホイールだったらさ8個とか10個とか十数個とかいろんな方面があるけど、それぞれに、まあ、何らかのそのゴールに対して2つの軸で見るとよくて、まあ、縦軸横軸でもいいけども、抽象度が高いかどうかで、低かったら順次高くしていく、家族のゴールの抽象度を上げていく、ファイナンスのゴールの抽象度を上げていく、単純にお金を稼ぐじゃなくてなんかもっと抽象度の上げ方あると思うので、それはもちろんファイナンスじゃなくて仕事という意味だったらいくらでももっとストレートに上げようがあると思うし、それぞれの方面で抽象度という軸を上げていく、まあ急ぐ必要はないけども、まあでも徐々にでいいから、抽象度が自分は高いのかな低いのかな、以前より上がってるかなっていう、もうちょっと上げれるかなっていうのを抽象度という軸で自分を測ってみる。もう一つはエフィカシー、そのゴールに対してエフィカシーは高いのかな低いのかな、でこの両方を上げていく、で上がっているかいないかで、別に他人と比べる必要はないので、だけどまあ自分がその2つの軸で見たときに、自分は抽象度上がっているかな、エフィカシーは上がっているかなっていう、別に何点とか数字はつける必要ないので、だけど以前に比べて上がってるかなとか、まあ、別に昨日と比べてでもいいし、別に昨日とさえ比べる必要はないかもわかんないし、今自分のエフィカシーは高いのか低いのか、今自分の抽象度は上がってるのかどうか、まあ、このぐらい、それを各バランスオイルの方面に、まあ、バランスオイルに落とし込んでもいいし、まあ、すでに身についててなんとなくいろんな方向にもうアンテナが張れてるんだったら、まあ、それぞれに対して抽象度とエフィカシーを、まあ、高いかどうかを確認する。